こんにちは。こんにちは。YouTube の神です。神です。いや、神じゃないでしょ。え？神じゃない、神じゃない、神でもない。誰なの？今日はこの新田くんにマインクラフトのやり方を教えてもらいたいと思います。それでは、いいですか？はい。お願いしますね。じゃあマインクラフトは、はい。はい。タップしたら、待って待って、今からはい、あれするからね。はい、はい、じゃあやってみよう。はーい、はい、それじゃあやっていきたいと思います。はい、マインクラフトですが、はい、これは新田くんのやつだよ。お父さんのやつにしたいんだけど。あ、どうしたらできんの？お父さんのやつに。タップしたら、違う違う違う、この新しいやつでしたね。ちょっとこのやつを押して、あ、これね、これはアルちゃんのプロフィールです、うん、セーブ終了して、これを終了して、うんうん、それで、お父さんのやつも作っていい？ちょっと待って、世界を新しく作成、これが、あ、ちょっと待って、お父さん待って待って待って、一回一回待って、一回キャラを作らないといけないです。どうやって作るの？キャラをこれ、バツが押します、うん、押しますよね、うんうん、それでこれを押します、うんうん、で、これでキャラを作れます。お父さん、選んでいいってこと？これ、あ、作っていいのね。はい、じゃあ、これで、いや、これは無理ですよ。いや、これ変えれるんでしょ。体はちょっと太ってるよね。お父さん、あ、太ってたらできない。無理無理無理。なんこれ、あ、いろんな色があるんだ。はい、普通にしといたらムキムキがいいな。これムキムキって書いてあるから、ムキムキにして、色は日焼けしてる感じがいいな。これぐらい、もっと濃すぎ、いや濃すぎ、焼き焦げられてる。ポテトみたい、ポテトが、これぐらいかな、ポテトがこれぐらい、それはちょっと、これぐらい、それは火、それは桃。これぐらいでいい？うん、いいでしょ。じゃあ髪の毛は、あ、いっぱいあるね。うん、お金マークと鍵マークはダメ、うん、ダメなの。あ、これいいね、これもいいけど、お父さんっぽいのがいいよね、うん、これかな。これダメ、ダメだよ、ダメ、お父さんっぽくない、なんでそりゃ。これは違う、どれだと思う、アラちゃん。アラちゃんは、うん、これだと思う。これ、うん、髪の色は黒だよね、うん、もっと黒、これが黒、うん、で、うん、目は、はい、ギョロッとしてるでしょ。お父さんの目は、うん、こんな感じ。あ、これいいんじゃない、いいね。ダメ、あ、これも、あ、これがいいな、あ、それがいいよ、いい、いいよ。じゃあ口、ヒゲが生えてるやつがいいな。なんだこれ。やだな。ヒゲが生えたやつないの。ニコニコ。あ、じゃあこれっちに押し、うん、これ押してみよう。ん？何これ何これ。これ色だよ。笑い、にっこり顔、超満面の笑み。うん。これでいい。じゃあ目の色変えてもいい、目の色も黒ですから。はい、なんか変なんだったけど、ね、口もいいな。あ、ひげ選べるんだ。はい、これいいね。これ鼻とこれぐらいか。レコーデ、お父さん、うん、顎に、うん、ヒゲができてて、それで口の下に、長さのちょうどいいな、ちょっと丸いヒゲが出てきてて、うん、それで口の上にこんな感じ、長い、うん、あのこれぐらいの、うん、あのヒゲができてる、こんな感じ、違う違う、こんな感じ、違う、これにしたら違うけど、うん、これじゃないじゃん、顎にもついてるってこと、うん、ね、そうだと思う。いろいろ選ぶね、腕、すごいお金のマークいっぱいついてるね、お金がいるんだ。手はもう普通に
でもいらん。あれダメ。これ服の色とか選べないのかね。服の色。サイズ。まあ背が高い方がいいね。お父さんは腕も太い方がいいね。よし。なんだよ。これでいい、オッケーだけどどうしたらいいの？この絵を押します。あ、はいはいはい。でこれでいいね。で、はい。あ、待って。で、遊ぶ？はい。新しく作る。世界を新しく作成。これはじゃあ旬の旬にするよ。で、サバイバルモードだけクリエイティブモードでいいんだよね。うん、クリエイティブモードかサバイバル。うん。難易度はピースにしとこう。OK？ うん、OK だね。え、で。で、やっていきましょう。あ、待って待って。作る。作りました。世界を生成中だってさ。へぇ。どういうこと？世界を作ってるってことですね。なんか、ビーコンは強力なアイテムでクラフトに、あ、いやこれを押しまくると、うん、これ何？ジャンプするの？あ、それ押してるね。それ押したら、うん、ドーンって落ちちゃうから、これを押せば、うん、ピューって飛べる。あ、空登ったで？お家を作んないとね。どうやってやった今？これ押しますよ、うんうん、これ押します、うん、どれか取れるよ。どうする？どれでもいいの？うん、じゃあ取れて、やっぱり白。あ、先に武器を、武器がないと、うん、何か殺して、うん、なんか装備とかあるかな。じゃあお父さん弓が好きだから、どうしたのこれ。弓は、弓はタップして、それでここでをタップして取ります。で何色がいいですか？うん、あれでも弓打とうとしてさ、うん、打てなかった時あるんだよね。うん、うん、あ、盾あったよ今。あ、装備装備装備な、何何もうさ、服の装備がないと。どうしたらいいの？この上のとこ、うん、高そうだ。あー、それめっちゃ弱いやつだよ。めっちゃ弱い。じゃあこれ、それでいいと思う。靴もこれズボンもこれ。かっこいいじゃん。全体帽子もこれ。あ、かっこいいか。かっこいいのかなで、白がいいな。白、一番ね、硬くてね、硬、うん、くてね、めちゃくちゃ、硬、うん、くてめちゃくちゃ強いのはね、ダイヤだよ。ダイヤどこにあるの？ダイヤここじゃん。これダイヤなの？うん、これまで取っとこう。これでいい？うん、作ってみましょう。はい、どうやって作るんでしょうか？タップしたら置けます。何をタップするの？こうするんですよ。もうちょっと下がんないと遠すぎます。これ？そうです。草も刈ったりできますよ。ん？もうこれでいいの？草も刈ったりできますよ。何、草も刈ったって？草をパンチしてみます。あ？ありますよ。これ後ろに下がるのどうしたいの？あ、消えた。ね、帽子それで。これか。これを押す。これを押して。トゥ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 。あ、はいはい。あ。お家を作る。ああ、なるほどね。はい。ダイヤに作った方がいいですよ。ダイヤ？うん。できたよ。違う、できてませんよ。大変なんですよ、お家を作ったら。これ結構ムズだね。ムズです。じゃあ、お家を作るのにもね、あれだもんね、うん、基地の方、あのね、地下の方が楽だったんですけど。地下の方が楽だったんですか。まあ、掘るのは大変でしたけどね。なんか変なのができた。うん？これいい？いや、それはお家ではありません。あ、地下ならいいと思います。どうしたらいいの？地下ならいいと思います。何を作ればいいの今から？あ、なんかいる。何がほら、見て見て見て、羊がいたよ。普通の羊ですけど。海が、あ、今海あった。羊がいるから殺すの羊嫌でどうやって撃つのこれ？長押しするとできると思うんですか？え
なんか掘れちゃったよ。あ、目だって。かわいそうだなこれ。自分で下ろしてんじゃん。あ、馬もいる。そうだよ。あ、死んだ。なんかで、なんかこれ何、どうしたら取れるのこれ。違う、まっすぐ行って、うん、降りろ。あ、取れた。肉中押し。え、何今の。食べる。これ食べてんだ。食いしん坊がな。食べてるってこと。うん、馬も。あ、ちょっと待って。あ、乗れるのに。え、どうやって。なんかさ、今さ、これあったでしょ、うん、これお、おお、押すとなれます。あ、落とされたんですよ。どこ行った。どっか飛んでた。いなくなっちゃった。プタ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 。いるじゃん、そこに。で、一回懐かせる。懐いて懐いてって乗って、懐いてもらえばいいんで。乗ってる。お願い懐いて。え、お願い懐いて、懐いて、懐いて。え、どこ行った。どこ行った。これ押しまくる。もう馬乗るのはやめよう。うん、じゃあ家を作っていきたいと思います。地下がいいと思うんですけど。何地下って。掘って、地下を掘って、うん、それでお家を作れます。どうやって掘れます。どうやって掘るの。長押しして、さっきと同じように長押しするんです、うん、あ、ちょっとスコップなら早いですよ。スコップ僕を押して、このスコップを押してみてください。これダイヤのスコップにしちゃおうと。ダイヤブロックなくなったからね、うん、で今豚いたよ。どこ。ほらスコップくらい。スコップくらい。あー、豚かわいそう。自分で殺したんじゃん。なんかゲットした経験値。穴掘ればいいのここに、うん、早くない。早い。全部掘りまくっちゃった。町をぶっ壊そうと思ったよな。何してんの、何してんの。どうしたいの。掘れって言うから。違う、こうして掘れる。何してんの。押しまくれば長押しし。ねえ、そうしないよ方がいいよ。そうなの。うん、1個1マスしか壊さない方が、うん、見つからないためにも。ふわーん。不安って。大丈夫。豚肉あるよ。あ？豚肉。どうしたの？食料になります。うん、ご飯です。でも掘るんでしょ、ここ。もうここら辺にしといたら。もういいの？うん。この世界ぶっ壊れてさ、うん、もうさ、なんかさ、なんかさ、うん、もうさ。うん、もう終わりでいいのこれで。いいよ。これで家ができたってこと。違うよ。これを家とするってこと。ベッドとかさ、置いた置いたりしたら家とできるよ。うん、なるほどね。うわー、もういいんじゃないですか。もういい。うん、よし、これをしましょう。うん、はい、それでベッド置けばいいのね。ベッドありました。やっぱり青かな。豚肉に置いちゃった。ベッド置いてと。置けた。これがお父さんのベッド。イエーイ。ベッドぶっ壊しちゃうと。ベッド壊さない。もういいんじゃない。で、どうしたらいいの。あとはチェストとかあるよ。チェスト、チェストだったらね、大切なものをね、うん、入れておけるんで、でもね、チェストだったらね、なんかね、セルカーボックスの方がいい。どれ、チェストって。チェスト、うん、セルカーボックスの方がいいんだよ。それどこにあるの。直下して、うん、直下してこれ押して、うん、それでチェストを探します。この中じゃないの。じゃあ探してみましょう。セルカーチ
シェルカーボックスならいいと思う。あったシェルカーチェストの、チェストとシェルカーボックスどっちにしますか、うん、シェルターボックスにしてください。はい、じゃあこっちにしましょう、うん、どの色がいいですか。青、これですね、うんうん、で、これを置けますよ。置けた。ここに置きたいものを入れられます。おー、はいはいはい。ちょっとタップしてみてください。あ、いろいろ入ってるんだ。入れられます。肉入れとこ。食料は？ぐるぐる回ってよ。あ、なるほどね。ずいぶん深いとこまで行ったな。ここがパパの家？うん。これ？うん。なんかこれ家？家。穴じゃん。だってさ、うん、お父さんがさ、うん、自分で掘っちゃっただけだもん。これが家？うん。もう家と して使え。あ！大丈夫ロックは。壊しちゃったよ。ベッドマンドーナツしてぶっ壊れる。面白いね。面白いの？へえ、これがお父さんのお家ですかね。これお父さんのお家？はい。なんかやだんだけど。じゃあ自分新たなプロフィールでやってみますか。いや、いいんだ。夜になりましたよ。やだ。何この家、これ家あなた。ねえ、これ、うん、これお父さんの家、うん、寂しい、なんか。じゃあウサギとかのさ、なんか穴の底んでそうにさ住んでるみたいな。じゃあお父さん聞いて、んあのさ、うん、じゃあ明日さ、うん、ちょっと一回待って。何よ。寝て一回。寝るの、うん、どうやって寝るの。タップ、これ押す。ベッドから離れすぎって書いてある。あれ、ベッドどこ行った。休みなさ。ベッドから出る。待って、はい、これで OK。 あ、ちょっと待って待って、うん、これで、うん、スポーエッグを探します。何？スポーエッグで寂しいというので。何スポーンエッグって。スポーンエッグがない。ウサギとか出せます。いいね、いいね、やって。スポーンエッグを探しましょう。どれスポーンエッグって。これか。違う、それはダイヤ。エッグ、なんかどっかで見たの、エッグ。今日の朝さ、アレちゃんが、うん、やってたよね、うん、あ、これじゃないの。それだよ、うん、何しますか。ね、猫がいいな。クリーパー。猫どっかにあったよね、うん、どこにあった。あ、これじゃない、これ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 。あ、これこれ、猫と山猫ゲットして。え、山猫あったの。うん、スポーンエッグ。あ、猫な殴っちゃった。多いな、なんか。いや、いいね、猫がいっぱいいて、いいね。あ、なんか子供いたよ、ほら。ん？子供。子供？ほら。あ、子猫も。あ、ごめん。よしよし。もうこれぐらい出る、いいんじゃない？ここにも。これ猫、キャットタワーみたいになってていいかもね。もうかわいい。かわいいじゃん。子猫ちゃん。ここにも、出現させてやろう。ここにも、ここにも、ここにも。クリーパーが来ないようにしろ。ここにも、ここにも。ね、あのね、なんかクリーパーって猫が嫌いなんだよ。うん、あ、そうなんだ。うん。じゃあ、この子最高じゃん。猫めっちゃいる。イエーイ。いいじゃん、これ、あなた。いいじゃん、いいじゃん。猫。すごい。たくさんだ、かわいい猫ちゃんたち。でも食ってる。これいくらでも出せるの。うん、そうですよ。あ、猫ごめん。うん、あ、じゃあさ、あ、ここ落ちまくってさ、うん、猫を出しまくればいいんですか。もういいんじゃない。もういいんじゃないです。めっちゃいるよ、もう。うん、もういいんじゃない。これこんないらないんだけど。猫、いや、殺しますか。やだ、かわいそう、殺すのも。じゃあさ、これで、じゃあこうしても来ますか、うん、なんか猫のさ、数に対してさ、この猫この猫大丈夫かな。落としちゃったよ。ね、これぐらいでいいんじゃない。うん、よしよしよ。狭いからさ、ちょっと広くしてあげなきゃ。かわいそうじゃない、猫ちゃん。うん、猫ちゃん、広くしてあげるから、ちょっと待ってて。
ほらもう狭い狭い猫がほら。ねお父さん聞いて。ん？あのさ、うん、洞窟に繋がっちゃうかもしれない。洞窟ない？洞窟は、うん、ゾンビとかがいるところですよ。やだー。もうこれぐらいにしといた方が。でも猫がさいない。狭いじゃん。狭くないと思うんですけど。だって猫はさ、こんないっぱいいたらさ、拾ってきとかないとさ。いいね、この寝方。あ、壊しちゃった、何かを。どう？いいね。猫どう？猫たち。イエーって言ってるけど。ね。広くなった、広くなったって言ってる。あーって言ってる。広くなった、広くなったって言ってるけど。広くしてあげてるからね、猫ちゃんたち。猫、猫たち。今落ちたよね、今。はい、どう？で。寝れます。あ、寝れない。じゃあねー。うわぁ。あ、なんかいる。うん、何が？牛。牛だ。出てこないか。牛殺していいの？うん、殺していいんだよ。穴。へへへ。落ちろ、落ちろ。落ちろ、落ちろ、落ちろ。あ、落ちた。牛が落ちた。猫のとこに行け。牛がジャンプしてる。猫のとこに行け。もう猫まで猫こっちに来た。遠くなったの。可愛い猫ちゃん。猫ちゃんのとこに行け。猫ちゃんの嫌味を見てみろよ。何嫌味って。牛は猫嫌いじゃないの？牛ぶち殺してやる。やめてよ。やめて牛ぶち殺すの。はい。はい。牛。牛。落ちた。牛が猫の仲間に入なかなりました。見てあなた。ただ一つ。何この世界。お父さん聞いてください。これ家なの？ねえちょっと聞いてください。うん、あのさ、これ何、これ家、これはいいんですけど、うん、悪いゾンビと変わった目です、うんうん、外に矢を持ったやつとかがいるので、うん、そいつは入れちゃったら、うん、猫たちが死にます。死ぬのは嫌だ。だからもう誰もいない、入れないようにしましょう。牛が落ちてくるからね。うん、うん、スケルトンが落ちてきたらぶち、そのやつをぶち殺しましょう。スケルトンって何？骸骨？骸骨みたいな変なお面をかぶってるバカ野郎みたいな。言葉遣い悪いの。いや、お面は、お面はかぶってないか。どう、アラちゃん、こんな感じでいいかな。もういいんじゃないですか。ねえ、これお父さんのお家なの？そうだよ。なんかやだな。これが家？だってさ、自分でさ、うん、自分でやっちゃったんだから。だって、もういい、猫を出しましょうとか言うから。もういいじゃん、もういいじゃん。だいぶ広くなって。うん、そうです。まあ、猫もいっぱいいるし。うん、動画撮ってるからね。うん。じゃあ今日はこの辺にして、猫か。穴にはまってるけど、かわいそうだわ、広くしてやろう。ああ、じゃあ今日はこの猫こんないっぱいいる？あなた、いない。こんないっぱいいらなくない？猫いる。じゃあ今日はこの辺でやめたいと思います。ダメ。次はあのもっといい家を新田くんに作って、これ家か。一緒に寄せてもらいたいと思います。ねえお父さん、まだやだ、まだやだ。でもこれがちょうどいいから、時間的に、時間的に。やだ。それではまた失礼します。